アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理事です。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグウエスト第3節広島ホークス対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。ただいま両チーム試合に先立ちまして、それぞれにウォームアップの練習に繰り返しております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームとして手前側に陣取ります。チームカラーネイビーをまとっております広島ホークスです。かつては X3 の中でも下位に甘んじておりましたチームでしたが、しかし近年その地域的に厳しい状況の中、多くの選手の補強成功になりまして、優勝争いの一角に躍り出ております。今季を現段階におりまして2戦全勝をしておりまして、この一戦に3勝目をかけてこの地に挑んでおります。対しまして本日は反対側バックスタンド側に陣取りますのが、アウェイユニフォームホワイトをまとっております琉球ガーディアンライオンズ。こちらは東北沖縄を拠点にしております X リーグ参戦のチームです。その参戦は2022年、つまり昨シーズンが初シーズンでした。地域的に非常に厳しい状況ながら、しかし見事に全シーズン参戦に全試合参戦に成功しまして、昨シーズンは3勝3敗4位という成績を収めております。地域柄非常に対戦相手に苦慮する中、しかし沖縄米軍チームとも定期交流戦ボールゲームを繰り広げ、さらには台湾のチームなども交流をし、果敢に国際交流をしながらチームの増強、チーム力増強を図ってまいりました。今シーズン一気に X2 昇格果たさんとこのシーズンに挑んでおります。さあこの試合、非常に大きな意味合いを持つ試合となりました。今シーズンの X3 は X1、X2 を含めました X リーグ大変革が来季行われます関係上、X2、X3 ウエストは大きく変革します。 X3 は現在13チーム、そして1チームは今シーズン欠場しておりますので12チームによります 6チーム2ブロック制で展開しておりますが、今季の成績が3以上のチームは自動的に X2 に昇格できるというビッグイヤーに変わりました。6チーム中つまり3位、つまり3位勝ち越しを果たすことができれば X2 に上がるという非常に大きなチャンスを得ております。そのボーダーラインは勝ち越しとなる3勝ということになりますが、その3勝に王手をかけているのが手前側にあります広島ホークスです。対します琉球ガーディアンライオンズは現在2敗、まだ白星上がれていない状況です。非常に苦しい状況にはあるのですが、問題はこの後の対戦相手です。琉球ガーディアンライオンズの2敗は先ほど試合を行いました強豪勢であります元 X2 にあったサイワインダーズ、そして常に優勝争いを演じておりました新進気鋭リードエホーとエルズでした。これらの相手に苦杯をなめての2敗でしたが、しかし試合は互角でした。対しまして広島はこの両強敵とこれから対戦する形になります。つまり広島としてはこの試合に勝利しまして、まず昇格権を確保したい。しかし琉球はこれを倒し逆転昇格の権利を得たい、その一戦となります。果ては上位勢下位勢を巻き込んだ混沌の形に招かれるのか、あるいはこれによって今季が決するという形になるのか、非常に大きな天下分け目の一戦となりました。リーグ全体、ブロック全体を揺るがす一戦となりますこの第3節の2試合目、果たして制するのはどちらでしょうか。広島が制し天下平定という時を迎えるでしょうか、あるいは琉球がこれを取り波乱の後半戦に持ち込むでしょうか。
さあそのウォームアップ解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。町田浩二様、綾エドワーズ様、岩田様、メッセージありがとうございます。それぞれに琉球そして広島へのエールメッセージ、非常に両チームにとっても励みになると思われます。ぜひ皆様も忌憚なくこれからも両チームにそのたたえあるメッセージをよろしくお願い申し上げます。さあ審判団首脳陣招きまして、まもなく試合開始のコイントスに入ります。令和5年10月28日、場所は大阪鶴見緑地球技場です。2023年 X3 リーグウエスト第3節の2試合目、広島ホークス対琉球ガーデンライオンズの一戦がまもなく行います。試合開始14時10分キックオフ予定です。手前側に陣取りますのがホームチームという形になります。広島ホークス対します。ホワイトのユニフォームをまとっておりますが琉球ガーデンライオンズです。広島キックオフ、琉球リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合開始前の激を飛ばし合い、カツを入れてこれより試合開始の時を迎えます。両チームフィールドに入りました。まずは広島のキックオフで試合開始という形になります。キックオフを務めますのは広島19番の花岡、立命館大学出身。対します琉球はリターナーに9番と29番を配置しています。9番は篠宮、琉球大学出身、29番は中村、城西大学出身です。琉球リターンに入った、このリターンは琉球陣20ヤードを超えたところでダウンし、この位置から琉球ガーデンライオンズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新を繰り返すか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズ自陣23ヤードからの攻撃、琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずランプレーから入りましたが、これは広島ナイスディフェンス。まず地上戦から勝負を挑みましたが、これは広島51番素晴らしい対応をしまして、このランプレー約5ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事なタックルをしましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。琉球セカンドダウン15の状況を果たしてどのようなプレーとするでしょうか。パス不成功、
今度はオフェンスが開始点より後方でき後方より一度だけできる前パスを敢行しました。クォーターバック3番右にいましたレシーバーにパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして琉球サーダウン15ボールオン自陣18ヤードの状況にあります。さあこの15ヤードを突破なるでしょうか。ナイスラン、ファーストラン。この距離琉球はランプレーをあえて投入しました。ランニングバック33番今日つくように中央を切り込みました。一気に攻撃権失礼しました攻撃権更新にはしかし至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし鮮やかなランプレーを披露しましたのはランニングバック33番の中本、失礼しました33番の中本でした。関西大学出身。さあフォースダウン最後の攻撃権ですが、琉球ここでフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーですが、しかし攻撃権は失います。さあどこまで返せるでしょうか。このパントは広島陣35ヤードを超えた地点で外へ出ました。この地点での攻守交代と変わります。琉球最初の攻撃シリーズは結果的に4回で終了という形になっております。攻撃権変わりまして今度は広島ホークスの攻撃に変わります。細川様メッセージありがとうございます。高見沢選手へのメッセージ、先ほどのパンターの選手ですがそちらへのエールメッセージが届きました。高見沢選手それに応えんと素晴らしいパントを披露しております。さあ今度は広島の攻撃です。広島自陣34ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。何学22番ハンドオフを託されまして右オフタックル駆け上がりまして約8ヤードのゲインとしています。見事なランを披露しました。何学20番は玉山京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン3ボールオンは自陣42ヤード。ナイスキャッチファースター。ここで右に展開しておりましたワイドレシーバー10番にヒッチパスを投じました。ヒッチパスは真横に近い 真横に近いマイパスです。これを10番キャッチアンドランドし攻撃権更新通しています。広島ホークスファースター。見事攻撃権更新果たしました。ワイドレシーバー10番は佐伯関西大学出身。さあ攻撃権更新し広島自陣48ヤードからの攻撃でファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。ランプレーにより中央突破を図りましたが、これは琉球5番92番がはたかりましてこのランプレーを1ヤードロスに変えております。見事な対応をしましたのは琉球ガーデンライオンズ5番のアガリエ、浦添高校出身のルーキー、そして92番はデイブ・エルバーズ、ロネラ高校出身のチームキャプテンです。さあ琉球もまずここでディフェンスで一つ見せました。セカンドダウン11広島パス不成功。今度は先ほど攻撃権更新果たした右ワイドレシーバー10番へのヒッチパスを投じましたが、このパスはオーバースロー。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。広島ホークスサーダウン11。さあこの判定どうでしょう。パスキャッチしそのキャッチした地点で膝をついていたという判定になっております。ここは攻撃権更新図らんとパスプレーを投じました広島ですが、攻撃権更新ならずフォースダウンに変わります。広島ホークスフォースダウン5パントフォーメーションを選択します。
これを琉球はフェアキャッチ、リターンせずそこでプレー終了という形にいたしました。しかし攻守交代となりまして琉球の攻撃に変わります。まず双方ともに最初の攻撃シリーズはお互いにパントという形に終わっております。さあこれを得まして今度は琉球が2回目の攻撃に入ります。ボールオンは琉球陣17ヤード、琉球ガーディアンライオンズファーストアンテン。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック3番ハンドオフフェイクから自らキープ、今日つくように左オフタックル駆け上がりまして攻撃権一気に更新です。琉球ファースター、素晴らしいランをまず決めましたのはクォーターバックに入っております3番の池口、日本大学出身エイジ41。琉球ガーディアンライオンズ自陣38ヤードからファースターアンテン。さあ今度はランニング10番に託しました。しかしこれは広島のディフェンスがチャージをかけましてこのランプレーを1ヤードロスに変えております。ここは広島陣も続けざまにビッグプレーは許しておりません。まずここで一つ踏ん張った形になっております。琉球自陣37ヤードからセカンドダウンイレブン。成功。クォーターバック3番右に展開しておりましたワイドレシーバー33番にパス、これを33番キャッチしまして約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのは33番の中本、関西大学出身。琉球サーダウン6、ボールオンは自陣42ヤード。成功、ファースター。クォーターバック3番内側に切れ込んできたワイドレシーバー22番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ファースター、見事パスを通じましたクォーターバック3番は池口、日本大学出身。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身です。さあこれにより琉球は相手陣に入りました。相手陣45ヤードから琉球ガーディアンナヨンズファースターアンテン。ここでハンドオフオプションで QB キープを選択しました琉球。しかしここでディフェンス殺到しあわやロスという状況でしたが3番粘りましてこのランプレーノーゲインに変えております。琉球セカンドダウンテン。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投入しました。裏をつくように中央突破図らんというところでしたがこれも広島対応しておりノーゲインとなっております。ここで反則が発生しています。イエローフラッグがフィールド上に落ちています。審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んで倒した反則です。
この反則は非常に危険な行為として重大な反則に扱われます。15ヤードの抜体となりまして、攻撃権を更新し、1回目に戻す形になります。従いまして、琉球15ヤード前進し、攻撃権更新です。琉球ファッサー。琉球思わぬ形で相手陣30ヤードからの攻撃で試合再開となります。琉球ガーデアンライオンズファーストダウン10。パスは成功。しかし広島ナイスディフェンス。ここで左に展開していた14番のキャッチアンドランを図るヒッチパスを投じましたが、これを広島13番見事な対応をしまして1ヤードロスに変えております。素晴らしい対応をしましたのは広島13番の上田、島根大学出身、中四国学生リーグで活躍しておりました選手がここで活躍しています。琉球セカンドダウン11、ボールオンは相手陣31ヤード。パス不成功。クォーターバック3番、右スプリントアウトからワイドレシーバーへのパスを投じましたが、14番これをキャッチできずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズサードダウン11。3番右スプリントアウトからパスを投じようと下がりましたが、ここを広島ホークス71番でしょうか、殺到しまして QB サーク、大きなロスを奪っております。見事 QB サーク決めましたら広島ホークス71番の谷本でしょうか、島根大学出身。琉球フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。ナイスパン。パンター50番これを見事なコントロールでボールをコントロールしまして、広島陣3ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。高見沢素晴らしいパントを決めました。失礼しました、広島陣2ヤードあたりとなっています。絶妙のパントでした。先ほど細川様からも応援メッセージありましたが、高見沢選手素晴らしい技ありのパントを決めまして、むしろ有利な状況を作り出しています。さあ広島自陣2ヤードからの攻撃になりますが、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。広島ホークスファーストダウン10。まずはランプレーを投入しました。陣地を回復戦闘、まず中央突破を図ります。ゲインは約3ヤードとなっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス0点、琉球ガーデンライオンズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。